皆さんこんにちは、ターンテーブルフィルムズの井上陽介です。毎週土曜日夜11時からインター FM897 で放送されている Just a Feeling supported by only in dreams というラジオ番組で、第1、第3週と DJ 担当しております。ということで今回もエフェクターってなーにの内容を一部公開したいと思います。今回はトレモロ特集ということで、こちらのちっちゃいですけどベイビーフェイスというラブペダルというメーカーのベイビーフェイストレモロというものを使ってトレモロ効果、こんなものがあるよというような説明させていただきました。こいつの動画やラジオの感想などハッシュタグジャスラジ、あとメールの場合は jaf@interfm.jp でお待ちしておりますので、ぜひぜひ送ってください。さあ、ということで今回のトレモロ編ご覧ください。では早速今回もですね、ドライ音とエフェクト音から聞いてみようということでですね、ドライ音というのはギターそのものの音でございます。では早速ドライ音聞いてみたいと思います。はい、これがドライ音ですね。もうなんかドライ音に何の感情も湧かなくなってきてませんか？ドライ音も大事なんですけれども、では早速、トレモロを次はつけてみたいと思います。トレモロを入れると、トレモロというのはですね、速さや深さの調整、また波形の選択をできるのが基本的な機能としてあるんですけれども、波形の選択って何ということでですね、次は波形の選択のところから見たいと思います。この波形を選ぶことによって非常にサウンドのイメージが変わるんですけれども、種類にはですね、三位波、三角波、区形波などがあります。で、サイン波っていうのはね、波みたいな感じですね。アルファベットの S を横にしたら、逆に分かりにくかったらすいません、なんか波みたいな感じ。三角波っていうのはまあ三角ですね、角角してます。区形波っていうのはスクエアなんで四角をイメージしてみてください。ということでですね、またお話ばっかりで井上さん分かりにくいわということになってはいけないので、波形の選択をしていきたいと思います。どういった違いがあるのかというのを見てみましょう。今回僕が持ってきたエフェクターではですね、3つ選べます。一番左でノーマルなトレモロ、中央でスクエア、区形波に近づいて、右側で完全にスクエア波になります。ですので簡単に言うと、左から右に行くに従ってトレモロエフェクトのかかり方が極端になっていくというものになっております。では一番左、これはさっきも弾きました、ちょっと遅くした方が分かりやすいかもしれませんので、これが、ノーマルなサイン波っぽいやつですね。はい、では次真ん中にしてみましょう。では一番右。はい。というふうな違いがあります。ちょっと微細なんですけれども、その音量の上下がなんかはっきりしたりとか、ちょっと滑らかになったりというような違いがあります。さあ、ですね、トレモロ機能があるアンプとかエフェクターにはですね、一番最初にも言ったんですけど、ほとんどの場合、速さと深さの2つのコントロールが用意されております。これは音量変化のスピードですね、を楽曲のテンポに合わせるための基本的な機能として、その速度を調整することができるものがついているんですけれども、これ動画見ていただくと分かるんですけど、今回のエフェクター、なんとノブが1個で非常にちっちゃい。で、この唯一表面にあるノブがスピードを調整することができるノブになっております。ではこれを使って速いものと遅いものだとどんな風に違いがあるのかというのをやってみたいと思います。まず遅いものだと、こういう感じですね。じゃあこれを非常に速くしてみましょう。なんかこのマシンガンみたいなね、これ真ん中ぐらいだったらという風に、ちょっと速さだけでもかなりいろんなバリエーションがあるということになっております。で、次は揺れの深さを比較していきたいと思います。こちらのエフェクター、さっきも言いましたけれども、なんとノブがはじめじゃないわ、前面に1個しかないので、深さをどこで調整するのかというと、内蔵トリマーというエフェクターの裏蓋をドライバーで開けまして、その裏蓋の中にちょっとそれを調整できるね、なんかねノブみたいなのがあるんですね。でそれをちょっと調整するんでちょっと時間かかるかもしれませんけれども、ではちょっとこの深さ、これ映ってるんでしょうかね、これをもう最大にしてみましょう。揺れの深さが最大になったらどんな風になるのかというのをね、これちょっとやってみたいと思います。今まで聞いていただいたものはそんなに深くないです。浅めではこれをはいすいません、ちょっとね電源が抜けてしまったので、これは最高に深いものだとこういう感じになります。もう完全に消えて出て完全に消えて出てみたいな、これで速さを速くすると、これはあんまかれへんなという非常に違いがあります。これでですね、ちょっとノブを変えて波形を変えたりとかね、いろいろこういうことができるというようなものになっております。トレモロというのはですね、先からやっておりますけれども、音量を上下させるためのエフェクターなんですけれども、実は非常に繊細な揺らぎだったりドラマチックなテンションを生み出したりなど、使い方次第で非常にサウンドにモードとか感情を作ることができます。でさっきみたいに突然変異のようなリズムとか、深さをこう浅くしといてたゆたうようなねサウンドスケープを生み出してくれるものなんですけれども、僕個人的に好きな使い方っていうのは、こうコードをダラーンって弾いた時にこうなんかなだらかにこう波があるようなやつがですね、非常に僕としては大好きで気持ちいいなと思ってよく使っております。ではちょっと僕がまた今回もデモ演奏みたいなものをしてみたいと思うんですけれども、トレモロにはやっぱりリバーブが必要ということでですね、ちょっとリバーブをつけて、速さはどれぐらいでしょうかね。これねメモリがざっくりしてるんでこんなぐらいかな。これでちょっとではデモ演奏してみたいと思います。エフェクターにはですね、音を濁したり変化を与えたり広がりを表現するものなどたくさんの種類があります。トレモロは音量を上下させることで揺れを作るもので、一般的にモジュレーション系エフェクターと呼ばれます。シンプルだけれども使い方によって非常に興味深いサウンドを作り出せる奥の深いエフェクターになっております。では今日も一言でまとめたいと思います。音量変化ってムーディー。ありがとうございました。